この時間はクリック365為替情報のコーナーです。今週は初登場ということになります。東京金融取引所証拠金営業部の村田美穂さんです。どうぞよろしくお願いいたします。村田さん、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、今日は初登場ということもあるんですが、はい、とりあえず分かっているようで分かっていないクリック為替365の概要、ね、はい、これ改めてご説明いただくということで進めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。クリック株365についてちょっと本日はご説明させていただきます。クリック株365は実は2010年に誕生した比較的新しい金融商品でございまして、どういった取引ができるかということなんですけれども、毎日のようにニュースで報道され、誰もが知っている、日経225のほかですね、アメリカのニューヨークダウ、ドイツのダックス、イギリスのフッチ100など4つの株価指数の取引が、全て円価格で、お取引ができるので、為替レートを気にすることなく、直接円で、国際分散投資ができるといった画期的な商品でございます。ここが一番大きなポイントですね。円で取引ができる、ということですね。ではこのクリック株365がどういう商品なのかという点につきまして、日経225ミニ先物と日経225連動型 ETF、こちらとの比較でご説明させていただきたいと思います。まず日本を代表する株価指数といいますと、やはり日経平均、日経225でございます。その日経平均を、個人投資家の方が、お取引するのに、一般的だと言われているのがこの日経225のミニ先物と、日経225連動型 ETF になりまして、この日経225ミニ先物ですが、配当が、ございません。決済期日もありますので、長期保有はできないということになります。祝日も取引をしていないと。片や日経225連動型 ETF ですが、配当にあたる分配金が、もらうことができますね。決済期日はございませんので、長期保有もできます。ここ3倍超えのレバレッジとありますけれども、通常取引金額そのものの、資金を、ご用意していただく必要があるので、こちらについては100万の ETF を買うなら100万円の資金が必要になると。で、夜間取引、祝日についてもこちらを取引することができません。これら2つの商品の、いいとこ取りをしたのがこのクリック株365 、でございまして、現物株と同じように配当もあります。決済期日もありますので長期保有も可能と。でレバレッジも効きます。要は、先物の証拠金に当たる、証拠金を元手に、その何倍ものお取引ができる、このレバレッジを効かせたお取引ができると。でかつ夜間祝日も取引ができますので、例えば海外のマーケットで、何かこう動くような材料があった場合に機動的に対応ができる。これはクリック株365でございます。より具体的にメリットを列挙してきてましたね。大きく4つございまして、まず1つ目、いつでも取引できます。取引時間はほぼ24時間、祝日もできます。2つ目、レバレッジ取引、少額の元手で大きな、お取引をすることができると。で3つ目、現物株と同じように配当相当額を授受することができます。4つ目ですが、冒頭で申し上げた、海外指数ニューヨークダウなんかも、円の価格で、お取引することができるので、為替リスク、こちらを気にすることがないということになります。これ皆さんに24時間取引ということは、御社の方もみんな24時間シフトというんでしょうか。そうですね、そういう体制で対応されていらっしゃるということですね。大きくですね、東京マーケット、ロンドンマーケット、ニューヨークマーケット、この3つの時間帯で、シフト勤務を組んでおりまして、当社の社員が、マーケットの状況を終始注視しているとなるほどいうことになりますね。より具体的に時間帯を見ていきましょうか。まず、この24時間ほぼ24時間を取引できるという点でございますが、日経225ニューヨークダウンにつきましては、朝の8時半か翌朝6時までお取引が可能になります。そしてニューヨークダウンも同じですかね。そうですね。続きましてレバレッジ取引なんですが、通常現物株を仮に購入する場合、取引額と同等の額をご用意していただく必要がありますが、クリック株365の場合ですが、例えば日経225の場合、お取引が199万7700円と約200万円に近い取
引額をしていただくにあたって、必要な証拠金額元手というのが40,780円で済むということで、非常に資金効率のいい商品になっておりまして、一応これは最大レバレッジの倍率で出しておりますので、こういうレバレッジを効かせた商品というのはどうしても予想通りに相場が動いたときは収益が取れるんですけれども、そうじゃない逆に働いた場合は損失も大きくなりますので、ここはご自身の判断で、当然取引額要は100、ここで言うと日経225で200万円のお取引をする場合は200万円そのものの額をご用意いただいて、レバレッジ1倍でお取引していただくということも可能になりますので、ここはご自身のご判断で、いかようにでもできるということになりますね。なるほど、はい、分かりました。そして売りからもできますよ、はい、ということですね。そうなんです、実はその配この後配当のご説明させていただくんですけれども、実はここでちょっとクリック株365は売りからもできるという点をちょっとご説明させていただきたいと思います、左手の買いからスタートすると、ここはまあ皆さん十分ご認識されているところだと思います。安く買って高く売るというのがセオリーでございますので、ここで言うと日経225が1万9000円の時、当然、相場が上昇すれば利益になる、逆に増えれば損失になる、ここはご承知の通りですね。このクリック株365は実は株高局面でも、利益を狙うことができると、要はそれが右側に書いております売りからスタートした場合ということでございますが、仮に1万9000円ですと、でここが株高だなということでお考えになる場合は売りポジションを持っていただく、これ逆にと先ほどの買いの場合とは違いますけれども、上昇したら損します、はい、逆に下落すると、高く売って安く買うというこれは基本ですので、下落した場合に利益を得ることができるということになります、なるほど、はい、そして配当ですね、これが他の指数系とは全然違うんですね。そうなんです、この売りから入れるというところをご説明したのは、ちょっと実はここに関連するところでございまして、例えばじゃあ買いポジションで、配当なんですけれども、これは現物株と同様に、受け取ることができます。ただし、現物株を保有する株主に与えられる株主優待権の、株主権はクリック株36にはございませんので、ここはちょっと注意していただく、優待はつかないですね。そうなんですね、はい、で、買いポジションの場合は配当が受け取れます、逆に売りポジションの場合は支払いになります、で一方で金利という考え方が実はございまして、ここについてはですね、株価指数を構成する銘柄を、保有することによって、資金を調達するコストが発生するという考え方から、買いポジションを持った場合は払いになります、売りポジションになった場合は逆に、売却に伴う売却益が出るという考え方から金利相当額は受け取りということになります。ここはちょっとややこしいところではあるんですけれども、ちょっとぜひこの辺をご認識いただければなというふうに思います。そうですね、これは大事なところですね、はい、そして配当がどういうイメージで出てくるのかということですね、これはですね、当社のホームページにも掲載しておりますけれども、1年間の配当相当額と金利相当額の実績値になります、皆さんに一番馴染みの深い日経225のところでご説明したいと思いますが、ちょっと丸をつけておりますが、日経225で、半年持った時、1年間持った時の、合計額として、年間ですと、日経225の買いポジションを保有し続けた場合に得られる配当の額が32,323円ということになります、では一方で買いポジションを持ち続けた時の金利相当額はいくらかというと、私どもですね、金利は日銀が公表する無担保コール翌日もの金利、こちらを用いて算出しておりますので、現在マイナス 0.039% ぐらいだったと思います。なので金利相当額は私もゼロとして算出しておりますので、買いポジションに伴う金利相当額はゼロと、今は、ね、いうことになりますね、はい、そしてで海外指数も円建てでということです。そうですね、はい、ニューヨークダウも、昨年の6月に上場しましたけれども、約10ヶ月ほど保有していただいた場合の、配当相当額が36,966円、ここも要は為替コストを、気にすることなく保有し続けることができるということになりますね、はい、具体的に見ていきましょう、はい、かっこいいですね、はい、通常ですね、ニューヨークダウを取引する場合っていうのはニューヨークダウ、今
大体2万ポイントぐらいですかね。2万ポイントかける、まあ、為替レートというこの上下を気にする必要があるんですけれども、ニューヨークダウはそれを一切気にする必要がないと、要は2万、ニューヨークダウが仮に2万ポイントだとするとかける100円の数字、これが取引金額になりますので、為替レートの上下、これを一切気にすることなくお取引することが可能ということになります。なるほど、はい、なので、例えばニューヨークダウが2万ポイントの場合で、2万円2万ポイントかける100で200万円と、でこれがじゃあ2万ポイントが2万1000円にニューヨークダウが上昇しましたと、そうすると210万円になりますと、まあ、1000ポイントの差額が10万円になるんですけれども、円建てなので損益のイメージが非常につきやすいということになりますね。今極めて詳しくご説明いただいたんですが、まあ、視聴者の方でも、まあ、耳から左というわけじゃないでしょうか、まあ、聞き逃していらっしゃる方もいらっしゃるので、そうですね、改めてセミナーのご紹介いただきましょうか。当社では月に2回、クリック株36に関するセミナーを、開催しております。受講料も無料です。初心者向けに非常に分かりやすく、月に2回夜昼セミナーなので、主婦の方、退職された方、サラリーマンの方、多くの方にご参加可能な時間帯に設定しております。でかつですね、開催場所が東京駅徒歩2分ということで非常に立地もいいところにございますので、ぜひ、足を運びいただいて、クリック株36について、ご理解いただくようなこと機会がご提供できればなというふうに思っております。そして最後に取扱証券会社、ご紹介できましょう。こちらの会社が、クリック株36を取り扱っておりますので、こちらは当社のホームページにも、掲載しております。各社さんのロゴをクリックすることによって、各社のいろんなサービス内容を、確認することができます。ぜひ、皆様の投資スタイル、求めるサービスに応じていろんな各社さんが提供しておられますので、ご検討いただければというふうに思います。はい、丸さん、ありがとうございました。ありがとうございました。